かんだノリノリじゃねえかよ。あら、私ったら気がついたらこんなところに連行されて腕まで突き上げて、え、その動きも何操られてるの？ほい、ということで今回もやっていきたいと思います。ってことで、なんか犬がやってきたんだけど、これ何、可愛いんだけど。アイラさん、新しい種集めどうしましょうか。どうやって3種類の種を探せばいいか。かつて島にいたモンゾーラ犬は花が効くことで有名だったそうです。あ、これモンゾーラ犬、もしかして犬がいれば種を探しそうなんですけど。いるよこれ。って、お、このワンちゃんいつの間に、なんて都合のいい、なんか急激に現れた。向こうに何かあるのか。ん、このワンちゃん、まさか大使の使い的な子なんじゃ。種の場所を教えてくれるんですよ多分。そう、うまい話があるとは思えないが、どうする、このワンコについていくか。ワンコかわいい。じゃあ行きますか。なになになに、あ、もうついてこいって言う感じかな。おー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 おお、待って待って待って、あ、間違えた。はい、ついていこうぜ。ワンワンワン、どこどこ、はい、ついていきますよ、どこまでも。ほう、ここは来たことがなかった場所だな。見てみろ、いいな。どうやら湿地帯ってやつみたいだな。ここなら新しい素材もありそうだ。いろいろ調べてみようぜ。ん、あそこに薄汚いネズミがいるぞ。この湿地帯のこと吐かせようぜ。薄汚いとかやめてあげて。この子たち味方でしょ。湿地へようこそでちゅ。チュチュ、なんでちゅ人間。ニコニコ顔でフラフラとして、世に言うピクニックってやつでちか。かわいい。ここはモンゾーラ大湿地でちゅ。湿地で迷子になってもいいように、後ろに導きのために触れておくでちゅ。この地のオオネズミやリリパットは人間に害は与えないでちゅ。道に迷ったら声をかけるといいですよ。イエーイ。ってことで導きの玉、はい、起動した。湿地の入り口にワープできるようになった。お、なんだ、動き出した。はいはいはい。え、なに、びっくりした。あ、なにこれ、なにこれ、なんかわからんけどダメージを受ける。と、取っていくやつ。待って、あれ、湿地帯抜けてはないか。え、なに、洞窟、なんかかかっとる。え、なに、人がおるんやけど。え、なになになに、でも捕まってはないのね。なんか鎖あるけど。あー、あー、あなたたちどなたですの。こっちのセリフだけどね。あ、この子、昔私が餌をあげたワンちゃんね。助けを呼んでくれたんだわ。ち、やっぱり種じゃなかったか。だがまさか汚い女二人とは。汚くないやん、綺麗な格好しとるやん。何をあなた失礼したわ、可憐なレディに向かって。で、骨の上に立つな。私と妹は教団の方々にここで反省するように言われて、もう何日もこの穴にこもっているんです。それもこれもお腹が空いてたまらなくなって、とうとうお料理というものづくりに手を染めたからですわ。料理ぐらいさせてあげてよ。それであなたたちは何してる人たちなの。ビルダーだよ。え、あなたビルダーなんだ。お友達と農園を作ってるのね。そんな教団の教えに背くようなことを。キャーキャー、うるせえなこいつ。あいな、こいつらも教団の信者みたいだな。農園連れて行ってビルダーにしてやろうぜ。まあそれ面白そうね。あたしリズ、こっちは姉のソフィーよ。私たちに農園っていうのを見せて。妹純能力高くない。そうそう、もし農園ってところが遠いなら地図からワープしてひとっ飛びで行きましょう。ワープで村へ帰ろう。ソフィーがついてくるようになった。リズがついてくるようになった。ってことで飛びますかね。ワープ先をリストから拠点へワープします。大丈夫、頭打たない。何も考えずにやったけど、おお、よかったよかった。さあこれでなんだかんだノリノリじゃねえかよ。あら、私ったら気がついたらこんなところに連行されて腕まで突き上げて、え、その動きも何、操られてるの。ここがエランの農園なんだ。みんなでここを作ったなんて私ジーンと来ちゃった。まあリズ、何を言っているの。ダメよ、ビルダーなんかに騙されては。私決めたわ、教団なんか抜けてビルダーになる。ここでモリモリ食べ物を作るなよ。妹かわいい。あいな、これあげる。甘い匂いがするから拾っておいたの。
お近づきの印に。なになになに、お、キビの種を3個手に入れた。やった、新しい種やん、これ。ラッキー。ソフィーとリズが仲間に加わった。これ、加わってるの？なんか、姉の方、超震えてんだけど、加わってます、本当に。なんか、無理やり感半端ないし、妹たくましいな。見習っていただ、なんかでっかいハート出た。あ、1個で10いくんや、すげえ。震えていたのか、嘘かのように、なんかめっちゃキビキビ動いてんだけど。何？なんか犬まだついてきてるよね。え、めっちゃついてくるんだけど、この子。かわいい。え、超かわいいんだけど、何この子。お供？お供なの？嬉しい。あ、暗くなってきたな。そろそろ1回寝てから動き出そうかな。アイナさんが持ってるそれ、ひょっとして新しい種じゃないですか。そんなしれっと持って、しれっと、これもワンちゃんについていってあげたからですね。新しい仲間も見つかりましたし、そのキビの種、リズさんが持っていたということは、湿地帯でならもっと見つかるかもしれません。お、よし、それじゃあこのままこのワンちゃんに協力してもらってで、なになになに、なに、どうした、ワンコは、どこ行った、おらんくなったんやけど、どこ行った。ワンちゃんさん、ワンくんさん、ワン様さん、いなくなったの、もしかして。あの気ままぶり、簡単に言うことを聞いてくれなそうですね。一体どうすれば。く、うわ、なになに、びっくりしたわ、動くんか、お前。くっ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 く。動物を懐かせるには、頭を慣れてやるのが一番だろう。帰ってきたよ。人間に抱く警戒心を破壊するのだ。近づくときは柱のこと、後ろからこっそり近づきなでること。それが動物を懐かせるコツだ。だそうです。アイナさん、シドウさん、うまく頭を慣れて、あのワンちゃんを仲間にしてください。犬を仲間にしよう。犬の後ろから、エルを少し傾けて、そーっと近づいていこう。エルで撫でると懐いて仲間になるぞ。ん？どこ行った？ワンコー。あ、いたいたいた。そっと。静かに動物がいるぞ。はい、撫でる。あははは。え、これで？簡単だなって名付けるの。犬が仲間に加わった。やったね、やったね。てかさっきまで仲間じゃなかったのね、君。これでまた種んとこ連れてってくれるの。まあ、さっきの種んとこっていうか人んとこやったけど。くんくん、お、お、どうやらこの犬お前に懐いてみたいだな。あははこいつどことなくお前に似てるな。よし、早速名前をつけてやろうぜ。そうだな。え、つけるの、指導が、よし、お前の名前はアニマルゾンビだ。それがデシチャッカルだな。普通にモンスターやん、それ。やだ、付け直して。お名前、なるほどね。それじゃあ、まあ、いつものごとくココアと付けていきましょうかね。うちのワンコの名前ね。はい、ココア、オッケー。これで、ココアがついてくるようになった。ち、なんだよ、勝手に名前つけやがって。ま、ココアっていうのも悪くないが、アニマルゾンビとか嫌よね、ゾンビじゃないのに。ココア、お前今からお前、お前は今から俺たちの仲間だ。しっかりついてこいよな。逆についていく方じゃないな、私ら。うへへへ。あ、なになに？アイナさん、やったやった、やりました。ワンちゃんを仲間にしてくれたんですね。ココアさんがいれば、これからの種探しもはかどりますね。ココアさん、さん付け。ついにモンゾーラ犬であるココアさんも仲間になりました。今こそ本格的に種を探す時です。そこでアイナさん、私たちで種探し隊を結成しませんか？アイナさんがリーダーで、ココアさんが案内役。私とマギールさんが司令塔です。え？このメンバーで動くようになるってこと？めっちゃ協力やん。チャコがどうかは知らんけど。指導さんが入っていないですって？あ、確かに。それじゃあ指導さんは切り込み隊長ということで。満足。それじゃあ皆さん、畑作りはドルトンさんたちに任せて、シマンネムル種探していきましょう。おー。めっちゃ協力やん、やったね。さあ皆さん、早速種探し隊の出動です。まずは手始めにキビの種を探しませんか？リズさんにもらった分じゃ、まだ少ないですし。
ふん、キビの種は湿地帯の水の中に埋まっておろう。モンゾーラ犬なら見つけられるはずだ。犬が走り出したら後を追い、吠える場所の水の中に土を掘るのだ。そうすれば求めるものが見つかるだろう。ただキビは特別な育て方の作物だ。手に入れてもすぐに植えてはいかん。あ、よかったマカンで。それじゃあ一体どうしたら。クックック、安心するがよい。キビの育て方はわしが教えてやろう。だがキビを育てるためにある道具が欲しい。湿地帯にある高台の家にメギラというわしの召使いがおる。そいつに話してとある壺を取ってくるのだ。ではエナさん、湿地帯のキビの種を25個とマギリさんの家壺を取ってきてください。お、なになになに、召使い。ちょ、ココア、ココア、ココア行くぞ。え、違う、君じゃないんだよ。いや、いいよいいよ、大農園の道その2とか聞いたからいいんだよ。さあ行くぞココア。え、あ、ついてきた。え、あれ、あの2人は来ないの。あ、とりあえずまずはあっちに行かんといかんとか、そういうことかな。その召使いのところに、召使いのところに自分は行きたくないのかい。とりあえず、え、でも向かう場所、あ、なるほどね、湿地の入り口。じゃあとりあえずこっちに行こうか。湿地帯にあるって言ったもんね。ワープで移動できるのよきー。あ、あれやん、めっちゃ近い。やったやった。どうも。何、キビも緑、リリパットも緑。何の話や。チュチュ、なんだお前、ネズミたちの楽しい井戸端会議を邪魔するんじゃねえよ。井戸端会議中だったのこれ。どうも。チュ、畑づくりのために作物の種を探し中。お前面白そうなことしてんな。ネズコードも、この湿地帯のことやキビの種のこと何か知っているなら今すぐ吐き上がれ。チュアー、吐き上がれた。あんちゃんやけに偉そうじゃねえか。おい、お前たち、このお偉いあんちゃんに身の程ってやつを教えてやろうぜ。チュチュー。え、待って。待って。君たち、戦わないんじゃなかったの。人間に害を与えないって言ってたじゃん。やめてよ。あっという間だけど。え、早くね。去って行きかけて犬が速攻で戻ってきた。ふん、雑魚どもが。身の程を知ったのは貴様らだったな。まあまあまあ。もう少し平和的になんとかできないのかだと。まあそんなこと言いつつもね、ハイタッチしてたけどね。手加減はしてやった。心配しなくてもすぐに目を覚ますはずだ多分な。チュほらな、今度こそ種を吐きつけるのこと吐かせようぜ。やられたでちゅー。すみませんでした。生意気で口聞いてお連れさん強いんですね。さあ聞きたいことがあるなら何なりとどうぞ。めっちゃ低姿勢になった。お、あなたキビの種を探してるんですね。キビの種はこの湿地帯の水辺の土の中に埋まっていると思います。お連れのお犬様と歩いていれば、種を見つけて場所を教えてくれますよ。犬まで丁寧に呼ばれる。そうですね。差し当たり、あそこのトンネルを抜けたあたりとか怪しい気がしますね。トンネル？トンネルとは、どれのことだい？トンネル？ああ、あれのことかな。そうそう、せっかく湿地帯に来たんです。高台のお家を見学したり、珍しいリリパッドに会って行ったりするといい思い出になるかもしれません。その辺の情報は横にいる2匹のオネズムが知っています。ぜひ話を聞いてみてくださいね。ふんふんふん。南の高台の家にメギラさん。あ、これいいよってやつかな。さっきはすみませんでやした。まさかお連れの方があれほど強いとは。あなたは普通でやしたけど。はあ、余計なお世話だ。ところであなた、この湿地帯にある高田の家には行ったりやすか。今から行くの。そこにはメギラって魔導士がいて、畑作りに役立つ特別な壺を持ってるらしいんです。もし興味があったら、ここから南の高台の上にある家に行ってみるです。お、ありがとう。湿地帯のニシンリリパット。ちょ、君じゃないよ。君じゃないよ。こっちね。チュ、おいらこの湿地帯の西でリリパットを見たっちゅ。おいらが見たところ、そのリリパットは何か悩みがあるみたいだったっちゅね。ふんふんふん。お探しのキビとは関係ないでちゅが、もし気になるなら湿地帯の西に行ってみるっちゅ。お、なんか二つ目的地が増えたよ。とりあえずまあ、この洞窟？このトンネルか。を抜けた先。え？
くんくんくん、うん、ん、どうしたここは急に立ち止まりやがって。ち、何を言いたいのかさっぱりだが、そういや花垣くもんぞうだけは種を咲かせるんだったよな。よしアイナ、ココアについて行ってみようぜ。お、なになに、あった、なんか何か見つけたぞ。どれどれどれ、あ、なんか光おる、てか光り出した。おい、ココア、そこに何かあるのか。まあ、何かあるししか思えんけどね、あれ。どうすりゃいいな、あの光ってるとこ掘ってみるか。種を見つけてワンワン、犬が何かを見つけて吠えることがある。吠えている場所に行って地面を掘ろう。 ZL を押しながら ZR で地面が掘れるぞ。 ZL を押しながら ZR、 なんか輝きがすごい増えたんだけど。 ZL を押しながら ZR、 え、掘れてる、これ。なんか破壊してるだけな気がするんだけど。あ、なんか敵来た、敵。ちょっと待って、怖いんだけど。え、これ掘れてる、え、ねえ、なんかなくな、あ、あったあった。ねえ、どこ、どこにあるのこれ。あれ、え、なんか深い深い深い、怖い。どれ、あ、これか。違う違う、ちょっと待って、もっと上、ここの地面。あ、出てきた出てきた出てきた、これか。キビの種を手に入れた。なるほどね、種を見つけたんだな。よくやったぞアイナ、ここは。その種探したらキビの種だよな。よかったじゃないか、見つかって。それにしても溝の中に埋まってやがったか。ん、埋まってやがったが、なんでまたそんな妙なところに。キビの種は確か25個いるんだったな。もっと湿地帯を歩き回ってみようぜ。そうすればワン君は見つけてくれるかもな。なるほど。これもだね。大丈夫？なんかココアのこと殴ったような気がするんだけど。そしてここも。あれ？あ、深い。深い。どこや？ここか。あ、え、なくね？あ、あったあった。あったあった、邪魔だよ。よし、さあこれで全部。あ、なに、びっくりするからやめてよ。じゃあ、ああいう水辺のところにあるわけやね。とりあえず、とりあえずあれだわ、さっき言ってた高台の方に先に行った方がいいかな。ということで、高台どれ、あ、これかな、高台って、もしかして。え、違うかな。違うかな。あっ、やめてよ。まあ、とりあえず、どこだ。あ、なんかこの辺落ちてるよ。なんかこれ、昆布かな。あっ、危ねえ。あ、危ねえ。まあ、とりあえずその高台とやらに、どこから行けばいいんやろ。どこ、もうちょっとあっち。お、何、あった、どこ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 、あれかな、ココアが見つけるまでは輝き出さんってことなんかな。そういうことな気がするね。じゃあ私らだけじゃダメなんや。ま、一気に3つぐらい集まるけんいいね、これ。あと、ここ、これで終わりかな。あれ、よし、出た出た。あと2個や。ちょっと待って、で、もう終わりよね。高台高台、あれか、え、何あれ何あれ何あれ、キモいんやけど。キモいんやけど。なんか看板立ってあるよ、ほら。看板に文字が綴られている。副総督マギール様の家はこの崖の上。ご用意の方は崖をお登りください。あ、この崖の上？なるほど。登っていきますかね。よいしょ。登れん。登れない。周りをちょっとずつ登っていく感じかな。ちょっと待ってね。こっ。発見し。
幽霊はなんかちょいちょいさ、私あの仕草のやつが出てくるんやね。はっ、これ周りをくるくるいく感じ。これあれやない、崖登るのってさ、これ使っていけるんじゃね。え、置けない。あ、びっくりした、置けんのかと思った。あ、スルー。あ、間違えた。うげえ、眩しい。なんか去ってったんだけどなんか幽霊去ってったんだけど、もう朝になったのね。ほら、これで崖を登って無理やり。でもこれが多分一番早いよね。足りるかな。てか、なんで崖の家に家あるの。どういう家だよ。おお、なんか建物みたいな見えてきた、見えてきた。ここか。ちょ、待って、反対を向いて。おお、いけた。よしよし。何、君どうやって上がってきたの。怖いんだけどついてきたの。これは一体どこがどう。扉。え、なんか作物なっとるやん。何、なんかみんなにさ、そう禁止とかして自分ら育ててるの。え、枯れてるけど。あ、なんかあそこに。あ、これ、この魔導士かな、もしかして。どうも。おお、哀れな子羊よ、今日も元気に破壊活動していますか。してないです。なんならマギールさん仲間ですん、確かに私がミギレですが、特別な壺を取りに来たですって。ふんふん。と、その前にです、あなたたち、匂う、匂います。私の鼻はごまかせませんよ。正直に言いなさい、あなたたち作物を密造していますね。密造してないよ、そんなの。嘘をおっしゃい、あなたの体中から溢れ出る農園臭、作っていないとは言わせませんよ。まあいいでしょう、そういうことならあなたにはまず作った野菜を教団に納めてもらうことにします。野菜を納めれば褒美としてこの家にある小汚い壺を差し上げましょう。小汚いそれ紛れるのでしょさあ、何はともあれ小麦を50個私に届けるのです。そうそう、もしも一度どっかに帰るつもりならそこの道行きの玉に触れておくんですよ。なんか親切だね。お、後ろには大ネズミたちが。ここはものづくりが禁止されている島です。副総督様に見つからないようお気をつけよ。仲間だよ、大丈夫だよ。教団がものづくりを禁止してから食べるものも少なくなっちまってな。この島の連中はみんな腹すかせてんのさ。だからキャベツを丸ごといっぱい食べてんだね。てか、すぐそこの、え、そこの導きの玉ってどれ。あれ、なんか位置低くなった。あ、あれか。え、これももしかして高台の上なん。高台の上広くねえ、めっちゃ広くね。やば、快適やね、庭みたいな感じか。はい、導きの玉。導きの玉を起動した。高台のハーゴン教会にワープできるようになった。教会なんや。あ、やけん迷える子羊よみたいな言ったってこと。あと小麦が50個あるやん。十分あるよ、94個ある。はい、お届けします。そりゃ匂うわなそして私は玄関から入っていかなかったのね、ごめんね。はい。おお、哀れな子羊よ、小麦を50個持ってきてくれたのですね。さあさあ、その小麦をこちらにお渡しなさい。はい、どうぞ。おーおーおお、これは美しい小麦だ。なんとも恐ろしくおぞましい。知っての通り、島ではものづくりが禁止されています。しかし食べ物がなければ生きられません。島の者たちは魚や昆布、落ちている木の実を食べて生きていますが、私はどっちも嫌いなのです。わがまま。形あるものは壊せ、それが教団の教えですが、最近は破壊が進み戸惑う幹部もいます。それがマギーラなんだね。おお、それとも今の島の体制をも破壊する、これが真の破壊ということなんでしょうか。そういうこと。もうすぐ島の総督ヒババンゴ様が教団本部からお戻りになるはず。マギール様にもお戻りいただかなくては。おっと、そうでした。小麦のお礼にこの壺を差し上げましょう。地面に叩きつけて破壊してもいいのですよ。いや、いいよ、遠慮しとくよ。おお、乾きの壺、ビルダー道具ゲット。水汲み、水まき、自在に操れ。全然小汚くなくない？普通に綺麗やんね。
ビルダー道具3、乾きの壺。壺で水を汲んだり巻いたりできる。ZR を1回押すと水を汲んで、ZR 押しっぱなしで水を巻く。ハートも出してくれるんやね、ありがとう。お、君らもなんかあるの？おう、人間。あなたは随分堂々としていますね。ハーゴン教団の幹部の家にいるというのに。ところで人間、あなたひょっとして何か食べるものを持っていませんか？こう澄ました顔をしていますが、実はお腹が空いて今にも倒れそうなんです。キャベツを10個くれたら、お礼にキビの種を差し上げます。どうか哀れな大ネズミに食べ物を。なに敵？いや、ここ教団幹部の家よ。暴れんねよ、お前。なに意味わかんないんだけど。はい。あ、なにマギーリ様はこの門造欄どんなことにも詳しい。クソウトキの鏡のような体です。もしここにいらっしゃれば、恐ろしい大樹の謎や、おぞましい農園の秘密が聞けたでしょうに。で、どうしたのです？まだ何か用があるんですか？君が用があるんじゃないの？マークついてたよ、なんか。なんと、お願いがありそうだったから声をかけてみたですって？何なのですか、あなたは。まさかいい人なのですか？ところで、哀れな子羊よ。あそこにある貯水池が見えますか？実はあの貯水池に溜めてあった水が枯れてしまって困っていましたね。そこで、あなたにあげた古い壺で湿地帯から水を汲んできて、あの貯水池に入れてほしいのです。水は山を降りればすぐに汲めるはず。目印のついた2箇所の貯水池に水を流し入れてください。そうそう、もし壺の使い方を詳しく聞きたければ、もう一度私に声をかけるんですよ。なんだ、いい人じゃねえか。やっぱりいい人じゃねえか。お前、図が高いな。人間が島を仕切ってたのは昔の話。今はハーゴン教団こそ島の管理者だ。でもっとオイラは教団のマスコット的なオネズミならさ。まあ自分で言ってるだけなんだがな。そんなオイラのために小麦を10個持ってきてくれ。そしたらお礼に種をやるぜ。小麦も10個ある余裕で。ってことは、次回はあれだね。ここのみんなのお題を一気にパパパパッと解決していくということで、今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。まったねー。なんかねえ、なんなんやろ、幹部とかそれに近い人たちはみんないい人たちなの？もしや、そういう風に思えてきたよ、なんか。